こんばんは。こんばんは。お久しぶりです。久しぶりですね。はい。あのサボってたわけじゃないですサボってたわけじゃない、みんなのスケジュールを組んだら、うん、今日になっちゃった。なかなかね、合わなかった。しかも今日はバンキシャ、いつものあの2人が仕事でいないという、ね、いません。我々、アナウンサー陣だけの、はい、配信ということになりました。お付き合いください。何から話しますか、ね、あのこの間、4試合か、うん、4試合だったね、昨日の鹿島戦まで、はい、いやそれでもなんか今日はコンパクトにやらなきゃいけないっていう指令がありますので、ちょっとテンポよく今日は行きますけども、まあ突然でね、ルヴァンカップ5対1と、まあ相手はだいぶメンバー変えてましたけど、こっちはレギュラークラスばっかりだったんで、まあここはなんかコンサドーレの狙い通りというか、目指してたサッカーそのまま出たかなと。いやー、こういう試合が毎回見たいよね。5対1流れこっから来るなって思いましたよね。そう思ったよね、うん、でこの5対1で、で次の、土曜日4月3日の福岡戦リーグ戦で、2対1で勝ったわけだよね、はい、だから、うん、ここの流れとっても良かったよね。そう、小柏選手も復帰して、そうよかった。小柏選手があの後半途中から来て、うん、相変わらずスプリントがすごかったちょっと僕の記憶ごめん間違ったらあれなんだけど、後半途中から出てきたのに、はい、確かねスプリント回数が20回以上走ってたの。確か後半の途中からなの。普通そんなにね、うん、1試合でもそれくらいしか走れない選手いるから、はい、途中から出てきて、でしかも最後のあのロペス選手に出した、はい、カウンターから、はい、ね、カウンターのギリギリ出るか出ないかで、うん、ボール追いついてクロス上げてね、でロペス選手がちょっとトラップ大きくなっちゃったけど、あの試合はなんかさすがでした、うん、なんか小柏選手戻ってきたなっていうところで、うん、しかもコンディションも良さそう、はい、だったのに、だったのに、4月7日水曜日 FC 東京戦で肩痛めちゃった。まさかの、あれびっくりしましたね、うん、最初どうなったか分からなかったですよね。そう、どこ痛かったんだろうって思って、転んだ瞬間に。そうだよね、うん、まあ普通に手ついて、はい、コロンってなって上向いて、うん、で動かなくてあれと思ったら、で FC 東京の選手が止めてくれたんだよね、はい、あれね、はい、そう誰も気づいてなかったからそして行ったら肩ってなってて、で結局まあそのまま負傷退場。すごいコンディション良かったのにね。ショックだった。その試合もだってあれですよ、FC 東京の渡辺選手が、はい、退場したのは小柏選手の、うん、チャラティップ選手からのスルーパスを小柏選手が思いっきり勢いよく抜けたのを渡辺選手が遅れて、はい、レッドカード、一発レッド、はい、だったんだよね。だからそうだったね。で30分間ぐらい、10対11の状態だったんだけど、うん、だからその30分間で、ね、もっといけたかなとは思ったんですけどね。で取ってよって思ったんだけど、で気づいたら後半キム・ミンテ選手が、まあ、ちょっと逆サイドだったけどね、左でディエゴ・オリベイラ選手を倒すという。あれはどう、なんか VAR でさ、あの試合も何回も止まったじゃない、はい、VAR であれでやっぱり雰囲気も流れも変わっちゃうし、うん、そうだね、どうなんですかね。いやだから VAR はもうきっちり何度もいろんな角度のさカメラで確認してるから、すっきりはするんだけど、うん、すっきりはするんだけど流れが変わるね、はい、もやもやしちゃう。だって1回4分とか5分とか止まるじゃない、はい、ちゃんと丁寧にやって、うん、でオンフィールドレビューで、はい、ピッチの脇で見るときなんかもっと長くかかるから、うん、だからあれで結局あれだわ、そう長谷川監督言ってたもんね、人数少なくなったけど小柏選手が負傷したあの時間でディフェンス立て直しましたとか、はいはいはい、だからそういうこうね、時間が長く止まった時に試合の流れって変わるんだなっていうのはね、うん、FC 東京戦はちょっと悔しいけど、うん、まあ、あの試合もな、決して負ける試合じゃなかったと思うんだけどな。いや相手ね、守備強いチームなんだけど、うん、まあ、今シーズン失点がやや多いかなっていうところで勝てんじゃないかなと思ったんだけどね。だからこれでちょっと流れが、はい、うん、ちょっとここでちょっと止まってしまったんだけれども、まあでも鹿島戦、うん、鹿島戦はまあ0対2からまず 2-2 に追いついたってところはまず評価したいよね、これはね。でも逆転できてもおかしくないんじゃないかなって思う、うん、そのすごいチャンスのシーンはいっぱいあって、いっぱいあった、だからうん悔しいなとは思うんですけど、まあ、それでようやくこのピッチが出てくるんですけど、はいはい、マグネット
そうだよね。いやだからアンデルソン・ロペス選手が、8試合、はい、8ゴール、8試合で8ゴール、このままいくと38得点、そうですねこのままいくと38得点で得点王ウィル選手以来、そうだね、2001年 の, あの J1 でいうとウィル選手以来のコンサドーレでいう得点王で、ね、うん、多分38だと中山選手が、あのゴン中山さんが36だったと思うんで、うん、J リーグ記録で得点王このペースでいくとね、いや本当でもあの過去の試合も本当に頼りになるね、うん、なんかアンデルソン・ロペス選手ってドリブルうまくてこう前に推進力がある選手のイメージあったんだけど、今シーズンあの J 選手が、まあ、ようやく今回、ね、はい、途中から出てきましたけど、ね、ワントップずっと多いので前に向かっていくっていうよりはこう体張ってキープしてくれるじゃない、うんうん、今年本当ポストプレーがすごいあの際立ってて、前向くだけじゃなくてあのここで起点作るから周りの選手がすごい生きてくるっていう場面がとってもあったので、なんか得点だけじゃなくて本当チームの攻撃の起点になってて頼れる選手だなって、コンディション良さそうだよね、はい、それが勝利にね結びつけばいいんだけど、いや悔しいな。でも私は今回こう素人目から見ていて、うんうんうん、金子選手が輝いて見えたんですよ。すごかったね。すごかった、うん、あの相手の左サイドバック長戸選手か、はい、長戸選もう手焼いてたもんね。かっこよかった。ガンガンあの中に行くことをみんな嫌がるから、うんうんうん、なんか縦にあっさり行くもんね、うんうん、で金子選手あの左利きなんだけど右足のクロスもねふわっとしたクロスが本当上手で、うん、もうここは本当に金子ゾーンだったね。縦にぶち抜いていっちゃうから。本当だよな。でもちろんあの PK のシーンもね、はい、ここでガーンといって、うん、で相手が思わず倒して、あれもだから VAR で止まった時に覆ると思わなかった、まずいと思わなかった、あれ怖かったです、長かったもんねこれあのケースなんか、いや審判さ一応さ見た後に必ずこれやるじゃん、うん、で見た後でやっぱり PK ってやるじゃん、あれいらなくない？あのやっぱり PK の場合これやるとさすごい覆ると思わなかった、はい、うん、あ俺覆ったの。でもただ、うん、その現場に行ってた記者が、うん、はいはいはい、その VAR ですってなった時に、うん、あのレビュー流れるじゃないですか、ドームの中でも、はい、でもその時にもう映像を見たサポーターさんたちから、うん、もうこれは PK で間違いないっていう、うん、空気を作るような拍手があったと。ほうほうほう。そうで今回観客1万人超えで、はいはい、こういう状況でもサポーターはずっと頑張ってたっていうメモが残っています。あのあ確かに手元にメモ来てるんです。今日あの参加できなかった2人の記者がいろいろ書いてくれてないけどでもあのよくお客さんがこう満員とか多い時ってやっぱりホームの雰囲気がものすごい出るじゃないですか、はいはい、でついついね審判も公平にやってるんだけど、もうホームアドバンテージでこうちょっと吹いちゃうなんて雰囲気が、じゃあもしかしたら少しそんな雰囲気があったのかな、うん、でも大事ですよね、うん、そういう空気作りも。そうだね。いやだから焦った本当に、あんだけ丁寧に見てたから覆るんじゃねえかなと思ったんだけども、そして、PK 職人のね、はい、PK 職人ほんと上手だね、うん、安心して見ていられる。なんだろう、もうキーパー相手沖選手もあの試合すごい大活躍してたんだけど、はい、ものすごい決定機ね、あの、うん、それこそアンデルソン・ロペス選手の決定機を何回か止められたから、あのゴールキーパーの沖選手に、だあの場面はすごいあのちょっと緊張したんだけど、すごいね沖選手もオリンピック世代、うん、今21歳なんでオリンピック代表候補になってるんだけど、だまあ優秀な選手だけどね、うん、いやあの PK はちょっと、いや決めてくれると思ってたけど、うん、決めてくれると思ってたけど、はい、だ今シーズン8得点のうち4得点が PK なんで、はい、半分 PK で、まあギリギリまであの独特のね、ちょっとステップ踏んで一回止まって、で蹴る瞬間に大きいこうモーション見せてキーパーがそれに耐えきれずに動いちゃうみたいなね。そのコツは教えませんって言ってた、はい、コツですって言ってます。いやでもあれどうなんだろう、あの毎回同じパターンでやるじゃない、うん、毎回同じパターンでやるんだけど、やっぱ真似できないもんなのかね。うーん、どうなんですかね。いやもう僕もあのサッカー少年だったんだけど、はい、やっぱり PK の途中で止まるって怖いんだよね、はい、いや要はミスキックするんじゃないかなと思って、やっぱ勢いで蹴んないと、はい、あ、うん、勢いで蹴んないと怖いんですよ、はい、止まった瞬間に自分のキック力そんなにあの全然ないから、うん、なんか勢いで蹴んないと怖くて、ああいう止まれるってことはだからあれだよね、一歩のキック力がもうものすごい正確で、しっかり、ね、ボールのミートする
蹴り方がうまいってことだと思うんだけど、あれは今シーズン 100% で終えてほしいね、 PK 成功率ね、うん、いやなんかドキドキするんだけど、でも毎回決めてくれてると、うん、あれだよね、 PK もそこまでだんだんドキドキしなくなってきて、はいね、まあ大丈夫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 、はい、入りますで気持ちで見れるよね、はい、いや今回でよりそういう気持ちになりました、うん、本当頼れるあのエースだなっていうところで、うん、まあフォワードで言うと J 選手帰ってきましたね、はい、途中からでしたけど、うん、まあまだかなって、動きはちょっと重たかったかなって感じがあるけど、でもあと1点取るときにやっぱり前線に190選手の選手がいるっていうのはすごい、あれいいね、ターゲットになってね、改めてコンサドーレの、うん、一つのスタイルなんで、クロスを上げてね、うんうん、なんか後半もうあと 2,3 分あったらいけたんじゃないかなってぐらいね勢いあったけども、 J 選手がまあ帰ってきたのも明るい材料なんですけど、うん、そうだね、あとバンキシャが残していったメモで、そうね、うん、でもチャナティップ選手のコンディションはいいね、抜群、開始早々から結構なんか相手にこうプレッシャーを受けながらも全然倒れなかったよね、うん、ドリブルはなんか戻ってきたね、3年前のね、うん、ベスト11取った時だと思うんだけど、うん、いいね、なんか戻ってきたよ、あれあのコンディションが維持できたらもちろんもうこのシャドウのこのポジションがレギュラーなのかなっていう感じがして、はい、だからちょっとね、小頭選手がちょっと負傷しちゃったんだけど、でも、なんだろう、こう、戻ってきた J 選手とかで、コンディション上がってきたチャナティップ選手とか、だって、今さ、ルーカス選手、控えなんだもんね、これすごいよね、はい、これね、うん、だからそれだけ、だから菅選手のコンディションもだんだん良くなってるし、だからさっきの金子選手の話じゃないけど、昨日の試合、この2人がもう本当に ここのエリアをさ、2人ともこう、ね、相手の裏をガンガン狙うから、アントラーズも気づいたらなんか5バックになったもんねなんか増えてたもんね、1人ね、だからここケアしたかったから、いつの間にかに、そうやっぱこの金子選手と菅選手、あ、そうだ、ごめん、思いついた、え、思いついた、思いついた、思いついたじゃないや、思い出した、思い出した、高峰選手、そう、あ、落ちちゃった思い出した、よかったよね、うん、ものすごい球際よかった、だから彼は相手のなんだっけ、あれレオシルバ選手とのガチガチ、もうものすごい中盤でガチ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 やってて、レオシルバ選手の肘が、高峰選手の顎に入って倒れたシーンあったけど、はい、あの二人の中盤の争いは良かったね、いやだから見てて楽しかった、で90分走り切ったでしょ、うん、ボランチで出たのが多分スタメンで出たのは多分初めてだったと思うんだけど、90分走り切って、で最後深井選手がさ、ちょっと足つっちゃったから途中で最後ねアディショナルタイムであと数分間、うん、もうちょっと大事取って外れちゃったけど、だから2人がもう90分走り切って、で最後まで走り切った高峰選手は、いやー頼れるなるなと思ったね、あとね、あれなんだよね、点取ってほしいんだよね、ミドルシュートとかも結構惜しい場面が過去もあったんだけど、いやー高峰選手は本当に90分ファイトしたね、本当に良かった、で彼からのなんかふわっとしたボールとかもいいのが、まあちょっとオフサイドになっちゃったとかもあったんだけど、彼からのパスも良かったし、なんか、うん、いいことがこうやって話したらいっぱいあるじゃないですか、いっぱいあるのよ、多分ね、これごめんなさい、また90分ぐらい喋っちゃったごめんね、今止めどなくね、いやこのね記者のね、うん、メモ見てたら思い出すね、なんかね、だけど勝ちにつながらない、勝ち点3に届かないのは、うん、いやだから試合後のさ、ミシャ監督がさコメント、要は目指してる方向性はもう間違いない、ね、いいこと、もうサポーターも支持してくれてると、やってること間違いないと、ただ今のチームの問題はいわゆる安い失点、うん、よく言うよねミシャさんね、安い失点、だからなんか相手が攻めてきた時にしっかりこういわゆるハイプレスでマンツーマンでしっかりこう守備できてる時はもちろんあるんだけども、なんかぽっかりね、うん、だから前半の20分で2点取られても、 なんでもっとこう強くアプローチできなかったのかなって思うと、うん、なんか不思議だよね、で前半でまだ体力あった、そうなの、そうなの、だいぶ大きい、まさに監督はそこの安い失点って表現をしてるんだけど、だもちろんコンサドーレの
パターンで言うと2失点はじゃあしょうがないとしても、じゃあ4点5点取れるかってことなんだよね。だからどっちかだよね。だから決定的な場面も昨日いっぱいあったし、だから2失点はしょうがない、でもじゃあ4点5点取れるかってところで、もし4点5点もちろんそんな簡単にね、相手 J1 のチームなんでそんな甘くないんで、だったらやっぱり失点をやっぱ1点以下か、やっぱりね、やっぱ2点取られるってことは常に毎回3点以上取らなきゃいけないんで、まあ攻撃的なチームではあるけど、やっぱりそこは勝利っていう意味で言うとね、やっぱりまあせめてやっぱ2点でね、やっぱり1点2点以内に失点を抑えないと、もうこの、あのミシャ監督の安い失点っていうこの表現はもう聞きたくないね。でも分かりやすいよね。でも言わせたくもない、言わせたくないけどね、毎回このね安い失点っていうこういう評価をされているので、なんとかなんとか抑えたいね。いや本当でも上げると切りないんだけど、だから本当は勝ってね、あの J リーグ500試合、はい、記念試合を、ミシャ監督500試合のね記念試合だったんですけど、あ記念試合といえば唐突ですが記念試合といえば25周年記念試合が、クラブ創設25周年記念試合がありますね。4月16日もう今週ですね、はい、しかも今週金曜日、金曜日おお25年だよ、四半世紀、25引いたら3歳です、ね、おお言っちゃったいいんですね、それはね、いいな、みんな知ってるからそんな、俺17歳だけど、俺17歳だけど25引いても、いやでも25年ってやっぱ感慨深いよね。0歳児が25歳になるんだからね。だから今コンサドーレのファンももう親子、そうです、ね、親子2代は当たり前で、ね、おじいちゃんも、うん、お孫さんまで来てるからね、今ね、うん、25年前、うん、アルシンドいたね映像でしか見たことない、ね、うん、オテーロっていうね、あのウルグアイ人もいたね、知らないでしょペレイラって選手もいたでしょ、わかんない、覚えてない、まあ若ぶって、まあいいのか、若いからいいんだよ、ごめん当時高橋監督で、うん、いや、東芝サッカー部からね、うん、あの移転してきて25年ですよ、1996年、はい、いや当時のオールドファンの皆さんはずっと応援してきて、 で今ね、苦しいシーズンもいっぱいありました、うん、それが今や J1 の常連に今なっているという、はいはい今シーズン苦戦してるけど、いやいいね、感慨深いね。でこの25年っていうことで、はい、次が、はい、金曜日、横浜 F マリノス戦、はい、あります。でもちろんその試合は記念試合なので、はい、勝ってもらいましょう。はい、そしてそして私たちも勝手に応援しようということで、お試合後 YouTube 生配信を開催します。いつもより人数が少ないんで、はい、ちょっとねボリュームがね小さいですけど、やった、生配信、生配信10時からです。え、夜夜、これはどういう事情から、あのまず試合後だから、はい、お家に帰ってない人もいるじゃないですか。試合終わるの9時過ぎですね。そう、はいはい、でまあゆったり見ていただきたいなっていうのと、うんうん、あと記者も現場に行ってるし、そうだ、いつもの記者2人が札幌ドームに行ってると、行ってるから仕事してると、そうで、うん、詳細なデータとかまだ揃ってないから、なるほど、帰ってきて、うん、1回そのデータを集計して用意飲んで始めようと。だから番記者2人が出来たてほやほやの情報を持ってきてくれるんですよ。熱いね、生の試合で1人か、あ、1人なんだ、あ、1人なんだ、だから1人だからさらに忙しいんだそうだ一人さんから、うんうん、番記者一人が、急いで札幌ドームから駆けつけて、うん、データ持ってきてくれるのと、なるほど、あと映像とかもいろいろやんなきゃいけないことがいっぱいあるので、なるほど、そう、タイトルが何だっけ、クラブ創設25周年、はい、記念試合、はい、勝手にアフターザマッチ生配信、いい、ね、勝手に、ね、勝手にです、勝手に、ね、はい、もうこれクラブ関係なし、ね、あ、関係なし、勝手にこっちで盛り上がっちゃおうと思って午後10時から10時からです。4月16日金曜日、はい、いいね、いやだからもうこれもちろんさ、勝たないとさ、どういうテンションで始まるかですよね、生配信やだよ、大反省会絶対やだから、ね、絶対だよ、いやもうね、仮に反省会っぽくても反省会しないから、もう
もうとにかく25年のお祝いだから。なるほど、歴史を振り返ると。そうそう。どう？いいですね。いや、そうしましょう。ごめん、そういうネガティブなこと言っちゃダメ。勝って盛り上がりたい。そんなこと。コメントもできる。今間違えた。コメントもできるので。ぜひ。はい。サポーターの皆さんぜひ。前回生配信の時も本当皆さん、はい、本当に。ここでモヤモヤを吐き出してって言って本当に細かい質問とかね、ツッコミも入れてくれたりとか本当ありがたいんで、ぜひ、ね、次はもう勝利を分かち合いたい。よし、おあれかカレーパンは用意するか。ビールじゃないか。あ、ビールか。あ、ビールか。いろいろ調整して。ちなみに初めてのクラブとしては初めてのフライデーナイトジェネリー。あ、そうだ、初めて。そうだね。おお、金曜日の試合はそのダゾンさんのやつで言うのは初めて。ダゾンさんのそういうフライデーナイト。なるほど。ちなみに僕前の時の日産スタジアムでは実は、うん、マリ F マリノスとコンサドーレっていうフライデーナイトやってるんですけど、勝ち勝ちに負けてます。言わなくていい。言わなくていい。だそういう試合なんで逆に、ね、本物の時にはそうだね、本物の時はちゃんと勝ってます。勝とうよ。だちょっと待って、今フライデーナイトでさ、万が一だったらさ、土日どうすんのよ。同じですよ。この前さ、週末でさ、テンション低かった。この神戸の試合土曜日に、あの午後4時からさ、日曜日から月曜日までみんなテンション低かったでしょ。あれが仮にだよ、金曜日でそんなことが起きちゃったらもう土日乗り越えられない。週末乗り越えられない。もう無理。大丈夫、勝ちますから。もうやだよ、ほんと土日もうやだ。俺風呂掃除やんないから。怒られるよ。週末風呂掃除僕の当番なんだけど。もう本当だよ、金曜日さ、最高のね、勝利で乾杯して、うん、その勢いで土日も本当にね、うん、はい、あの風呂掃除する俺は。素晴らしい気持ちで。絶対勝とう。絶対勝とう。いや、今ちょっとあの嫌な神戸戦を思い出してしまった。絶対ね、はい、あのフライデーマッチで勢いよく気持ちよく週末皆さん、はい、共有しましょう、はい、なので生配信ぜひ楽しみにしてください。ぜひお願いします。16日金曜日、はい、アフターザマッチ生配信です。ご覧ください、はい。